どうも、こんばんは、N です。今回は、引いてやろうじゃないですか。もうね、3回目まで回しちゃったからね、ここで引かないとっていうのが、まあ、ギャンブルにとってダメなこの思考回路なんですけど、まあ、石もあるし、引けますか、一応。確定枠、あと4つなんで、もう引きますよ。ね。はい、まあどっちも強いんで、アモンさんに関しては今、ホーグじゃねえわ、スキルレベルが2、熟練度が20なんで、まあアリマを持ってないしね、いいんじゃないでしょうか。はい、これ引くと4ステップです。いや、確定枠まで回すの久しぶりだな。インボケ最初の方にフェスが来た時はずっと確定枠まで回してたような気がするんですよ。まあ、ずっとっつっても1、2回ぐらい、最初のアモンの時と重蔵の時かな。アモンと重蔵って一緒に来たんだっけ。てかまたグールかい。これさすがに金木だよね、フェスゲンの。 OK、 このフェスゲン金木なんですけどかなり強いですね。前衛攻撃、誕生日金木は単体攻撃に、比べてですね、このフェスゲン金木は確か前衛の攻撃だったような気がする。しかも攻撃モーションも一緒じゃなくてね、若干違うんですよね。5ステップ目、まあ、できればこいつも5突させたいけど、いいよ。なんか前回の30連のあの最初の20連目までが嘘のように、あ、じゃあこれあれか、確定枠か。そういや、もうまたグール。そういやこれ確定枠ですね。フェスゲンキャラクターが確定はここで、もう一回そのフェスゲンカネキが来てくれる。てかあの最初の空腹だったっけな、空腹の方のカネキ持ってないんで、おお、マジか。あざす。これ熟練度40ですね。じゃあ行きますか。6ステップ目、もうここで SSR が来たらもうこれは本物ですわ。今回の引き運はね、ここで SSR のフェスゲンキャラクターが来てくれたらもう今回の引きは本物です。いいよ。やっぱこの確定枠以外で SSR 来るっていうのはマジで心の支えになる。うん、おっと、初っ端から What？ あー、なるほど、こっちか、迫撃アキラか。なるほどね、迫撃アキラはね、昔かなり欲しかったんですね。敵前衛、あー 1.1 倍で3連ダメージ、武器耐久値をマイナス2するってさ、かなり強いじゃんこのスキル。まあこれ上げていくと多分マイナス3とかになるんだろうか、それとも攻撃力倍率が上がるんだろうか。じゃあラスト、どっちかが出ますね。まあ個人的には持ってない、アリマ持ってないからアリマ欲しい感はありますけど、まあフェスゲンアモンさんも重ねたい気持ちはあるんで、どうなんだろうな。いや、 やっぱ持ってないキャラが欲しいわ。ああ、フラグを立てて行く。別にこの2枚来てくれてもいいんすよ、ね、2枚抜き最近してないじゃん。だから、ね、2枚出てくれてもいい感はあるけど、ね、最後でウェイウェイ、え、これ待って、あ、でもこれ1体だよね。1体確定だから別にそのピックアップ2枚が出るってわけじゃないでしょ。出たら神だけど、ってお前かーい、ビビらせんなよ。これなんかカグネのさ、すごいね、これカグネが躍動感があるっていうか、何これ、ぶれた感じ、なんか動いてる最中にカメラで撮りましたよみたいな。まあいいや。おーい、アリマ、もうこのデレデデレデデレデテーンっていう音楽が流れた瞬間、アリマを確信してましたが、無事ですね、持ってないアリマさん、イグザアリマ、引くことができました。かっこいいねこのイラスト、グルカルなかったイラストだよねこれは。うん、いいと思います。というわけでですね、今回確定枠まで引いて、無事全てのステップで、まあ、SSR で最後のステップで SSR2 枚、しかも、フェスゲンの、カネキですね。あれ何カネキだったかな、自覚か、自覚カネキかな、自覚カネキを、2枚引くことができたんで、重ねたいと思います。売却はせずにね。はい、というわけで、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。